こうね、その花道がこうあってね、花道で要するに観客と一緒になる。で、そういう文化がね、あることをちゃんと心得てね。だからね、僕はまあ、見ててね、歌舞伎、まあ、正面ぐらいは残したらいいけれどもね、もう側面なんかね、つまらない花もだからね、だけどね、あの通り残す必要あるのかと。で、むしろ今言ったようなね、庶民と要するに文化がね、組合の文化とか節操の文化とか関わっていった。で、そういうことはちゃんと分かってね。で、人は見かけにね、よらんという言葉があるじゃないですか。ところが歌舞伎というのはね、人は見かけに呼ぶなんですよ。でね、人は見かけに呼ぶやから隈取りがこうあるわけでしょ、ガーンと。で、悪いやつは悪いやつってバッと見かけでわかるわけでしょ。なんかだからね、一般常識とは違う非日常的な、だから人は見かけによるというね、それが面白いのでね。でね、そういうことがね、建築のインテリアとか外観の中で、建築家は単にエンジニアよりもね、そういうこう歌舞伎の本質的な美学精神がね、ちゃんと分かり持ってね、内装ないし外観を作る人はいないと、何しろもう面倒くさい超高層ありきでね、前にはいいよりかひっつけといたれとぺちゃんと、そういう考え方が今日本ではね、残す言うたらそういう残し方であって、その物の本質がねちゃんと解明されてね、見てるのかというふうに僕は設計してる。で、建築家っていうのはエンジニアが主体であってね、割とそういうことが分かってない人は多い。で、やっぱりそういうとこからね、建築を作らないかんということと、まあこの丸の内とかこの界隈でね、まあ1号館を見てね、まあ我が家なんかでも小さくもね、ちゃんとした床間的なものをこしらえて、で骨董品を置いたり絵をね飾ったりして、空間を豊かなものにして、優しいものにして、で一時安藤忠雄がね、ゲリラ建築やいうて、まあ庶民性の中で日本がこう登っていく中でね、華美に走っている時にね、人間は質素でなければならないというようなところからね、彼は打ち放しのね、統治家みたいな牢屋みたいなものを作るよって、それは一瞬共鳴を得たけどね、あれはもう20世紀のねバブルの時代にね、人間が忘れてたもの、もう一回取り戻さないかんという、そういうまあ言うた感想意みたいなもので安藤忠雄を受けたと。だけどね、今世紀に入っていつまでもね、あんな非人間的でね、硬いものの中にね住まわすというおかしいんでね。で、今年のね JIA の京都大会はね、テーマは何や言ったら、はんなりっていうのがテーマなんですよ、はんなり。ところがこれまたね、わびと一緒でね、はんなりってどういう意味やって言って聞かれてもね、京都の人かで答えられへん、答えられへんけど、なんとなくはんなりふわっとした色っぽいなということだけは、だそれではあかんの。はんなりとはね、開き始めたる早咲き夢のはんなりとっていうのは落葉集にあるんですよ。そんなまあ建築家は言いませんわ、開き始めたる早咲き夢のはんなりとって、で開き始めたるというね、梅がね4つ5つ咲く出すじゃないですか。それはいつや言うとね、1月の末からね2月の終旬の大寒、日本で一番寒い時、全てが死に絶えるか、そのね沈黙してる時ですよ。でそのもう雪と氷に覆われてる時にね、梅はね、私は咲くのよって言うたらね、雪も氷も突き破って咲きよがね、3つ4つこうで咲いた花はね、薄いピンク色でね、色っぽくて柔らかやかに爪当てても傷がつく。だけどね、私は咲くのよと決めたら、雪も氷も突き破って咲くというね、芯が強いというね、ただ色っぽいふわっとしてるだけではね、はんなりではないんですよ。で安藤忠雄のコンクリートの打ち放しのガチガチのね、
それはね、そのなんか今の大観の時代というものだけがあってね、梅のピンク色の優しいふわっとしてるというものが出る。そのはんなり建築の典型、例えば東京でパッと見ると どれですか。いや、はんなり一つの今の第一号館なんかでも、もあれはもうはんなり入りますよ。そうそう、ちゃんときちっとしたね、私はやるんだというね、三菱の意思もあったしやね、建築そのものはね、素材でできてるやん。全てが素材で、ケミカルの材料でできてない。で、色っぽいでしょ。この界隈で赤い建築いうとあれしかなかったじゃないですか。ケミさん、ちょっと聞いていいですか。だいぶその歌舞伎座の今後の計画も随分資料を貸していただいて、我々も見たんですけど、隈研吾さんが監修するっていうことなんですけど、今の歌舞伎座の例えば外形も含めて基本的なものは踏襲されるんですよね。いや、それは私はそこまで情報は得ていません。それで基本的に今まで今日見させてもらった1号館を除いてですね、なんかその低層の部分は残すなり、あるいは一旦全部壊してからもう一度くっつけるなりするようなパターンで、どうもその低層部分に着目するような絵なんですよ。で、どんなパースを見ても高層塔の部分はなんかこうガラス張りなのか、あるいは低層部分に見合ったようなデザインをしているのか、私は分かりません。ただファゾード部分だけってことですか。ええ、だから高層部分はどうもその姿を消そうというような方向にあるような気がしてしょうがないです。本当は低層部分もやれば高層部分の方もやっぱりもっと大きなデザインテーマになってもいいんじゃないかと思います。建築から見ると明治1号館の形成する後ろ側のね、あの建物はその明治1号館と呼吸を合わせてデザインしたと見るんですか、見ないんですか。結果的にはどうか分かりませんけれども、かなり意識しながら設計したんじゃないかとは私は思いますが、今日見なかったんですけど、1号館の横になんとかプラザっていうのがあって、同じ高さなんです。1号館と同じ高さでふわっとした建物があります。ですからあそこは2つ合わせて第一生命ですかとうまく合わせた建物になっています。高さもですね。コサードだけ見るとよ、トラップは石だし、でも非常に表面に描くでしょ。ちょっとレンガで見えしましたので、後ろの超高層階に高さ揃えたとしてもどんな話なの。話の文脈がさっぱりわからない。つまり設計家に何か物語るっていうね、訴えるみたいな思想、手段が好き嫌いとかじゃなくて、あそこを作りながらですよ、現場はものすごくわかるけど、図段階もあって僕はわかりましたよね、いろんなことで、200万のレンガを中国で焼いて100人のレンガ職人がもうよそだれ作ってみたいな物語やるよ。でその後ろの方の彫刻師なんかそういう物語ってあるんですか。あるいは何かこうアピールしたいことってあるんですか。いわゆる三菱ブラと言われるものがですね、当初というかある時期まで純オフィス街として、まあそれなりに当時の経済活動になるし、ところが非常にドライなものになってしまって、あそこにもっと外部から人を呼び込みたいというようなことで中通り開発という三菱グループを挙げてやったわけですね。あの通りに面したところでみんな一回をなんか開放したいと、まあその延長だと思うんですよ、1号館を復元しようと。つまり 人を寄せのですね、アトラクションだったんですね。でその時にあのレンガ造りのあの部分と後ろの超高層のデザインをどうその調和なり対比なりさせるのが良かったか、これは設計者のいろんな問題、考え方の問題があると思うんですね。それで先ほどの井原先生の資本主義あるいは経済原理のこともよく私は当然そうだと思います。やはりその土地に許されるですね、容積率なり建蔽率なり車線制限なり高さ制限なりを最大限に使って最大の経済効率を上げると、これはもう開発者としては当然の話なんですね。